皆様おはようございます。美穂のバレエ教室、今日はカリフォルニアから発信しています。やはり、寒波がこちらにも来ていて、日本ほどではないと思うんですけれども、朝夜ととても寒いです。それで今日はですね、皆さんとご一緒にフランスのパリスオペラのジル・イッソート先生のお宅に行って、バレエ教室をご一緒に教えていただきたいと思っています。それで、彼のバレエクラスはとてもアーティスティックポイントビューがありまして、そしてすごく細やかに一つ一つを、気遣いを使って教えていただいていますので、これからもしばらくの間はずっと彼のところに、訪ねていきたいと思っています。それでそういうアーティスティックなことをもっともっと知りたいという方にこの動画はおすすめです。とにかく今の世の中はだんだんと技術が進歩してきて、それといろんな世界的にもバレエもやはりですね、古典バレエなんですけれども、やはりね、政治経済とかそういうことのインフルエンスも入ってきてしまってるんですね。で、それは芸術的にはあんまりいいことではないんです。ですから、このご自分のウェルビーイング、このCOVIDの中ですね、ロックダウンでお家にいられる方でも、やはりご自分をまず大切にしてあげて、そして自分のできるところから少しずつ世の中に、このCOVIDがなくなったらですね、皆さん元に戻ると思うんですけれども、それまでぜひご一緒にお付き合いください。それでは始めてみます。これがバーです。一つ巻いて、
ちょっと頭とショーダーの時間があんまりないんですけれども、ショーダースダウン、second
Down. Close front.
それでは今日は寒いのでこの辺で、また明日この続きをしようと思います。それでは皆様、 Thank you。Thank you for stopping by. And merci beaucoup. 磯尾先生に thank you です。皆様、寒いですけれども、毎日練習を忘れなく、そして楽しい、これからの最後の2日か3日間の今年を感謝の念を持って、越しましょう。それでは、If you like this video, please push the like button and then red one, チャンネル登録、subscribe your channel. Thank you! See you! Bye-bye.